北国新聞ニュースをお伝えします。高松ぶどうの今シーズンの初競りが今日行われ、最高ランクの特秋には過去最高と並ぶ1箱5万円の卸値がつきました。河北市特産の高松ぶどうは、小粒種なし品種のデラウェアながら、粒や房が大きく食べ応えがあるのが特徴です。今年は春先からの気温や日照に恵まれ、良い品質に育ち、1344キロが今日、金沢市の中央卸売市場で今シーズン初めての競りにかけられました。初競りには河北市の油野市長などが立ち会い、一生懸命作ったぶどうにいい値段をつけてなどと、残念ぶりにトップセールスを行いました。競りでは特秋の2キロ入り2箱に3年前と並ぶ過去最も高い1箱5万円の値がつき、その他のクラスのぶどうは平年並みの1パック320円から360円の値段になりました。1箱5万円のぶどうは、競り落とした金沢市の堀田が市内のカフェでデザートとして提供します。高松ぶどうは来月末ごろにかけておよそ65トンの出荷が見込まれています。ツヤツヤでいい色ですね。そうですよね、石川の高級ぶどうといえばですね、ルビーロマンというのがありますけどね、はい、毎年、初競りの値段がこう話題になりますが、一般的によく食べられるデラウェアもこのお値段ということで ね、石川のぶどうのこの質の高さ、そしてこのお値段でもこう大満足というね、期待の高さをね示しているように思いますね、はい、できるだけたくさん食べていただきたいですよね。そうですね。日本相撲協会は今日、大相撲名古屋場所の新番付を発表しました。県出身の幕内力士では、遠藤が東前頭4枚目から東前頭5枚目になりました。遠藤は夏場所で7勝8敗と負け越して、番付を1枚下げましたが、上位陣でも存在感を示し、来月10日に始まる名古屋場所では、各界随一のうまさを生かして勝ち越しを狙います。先場所西前頭17枚目だった輝は6勝9敗に終わって十両に陥落し、東十両3枚目からの出直しになります。名古屋場所では一場所での幕内復帰に向けた奮起が期待されます。炎鵬は足首を痛めた影響で先場所は6勝9敗と星が伸びず、東十両7枚目から西十両8枚目に番付を下げました。番付の下げは幸い1枚半にとどまり、2場所ぶりの勝ち越しを狙います。ではニュース解説です。輪島市は重要伝統的建造物群保存地区に選定されている門前町黒島町を対象にした防災計画を作り、26日に初の消防訓練を実施しました。珠洲市で震度6弱を観測するなど、奥能登で群発地震が相次いでいますが、野口さん、貴重な景観と住民の安全を守る意味で古い町並みを持つ地域の参考になるでしょうね。そうでしょうね。輪島市門前町、この黒島地区はですね、江戸後期から明治中期に北前船の船主や船員の居住地として発展しました。貴重な物資の行き来だけでなくて、近くには曹洞宗大本山の総持寺があったことから、全国の僧侶が行き来して、輪島塗もこの北前船でですね、僧侶が運んだことが広くこの輪島塗を知られるきっかけになったと言われてますね、はい。町並みは非常にこう重厚な黒瓦の屋根と壁にこの板を重ねて、寒さを防ぐ下見板張りというのが特徴で、シンプルで引き締まったこう家並みですよね、はい。海鮮問屋だった門見家の旧住宅は重要文化財にも指定されています。重田県だけでなく北前船の船主集落として、日本遺産にもなっている、非常に貴重な景観を形成しているんですね。
それでも生活していく上ではいろんな課題も多いようですね。そうなんですよね、まあ、伝統的なこの町並みの特徴でもありますけれども、まあ、黒島地区は木造家屋がこう密集して、まあ、非常にこの道路も狭いということでですね、また6月1日時点の人口292人で、65歳以上の、まあ、高齢化率は市内で最も高い 75%、まあ、4人に3人ということになりますかね、はい、まあ、の災害時の避難には住民同士の連携や協力が不可欠となってますね、まあ、2007年のですね、能登半島地震では、まあ、3割強の家屋が全半壊するといった大変甚大な被害に見舞われました。まあ、住民や観光客の安全確保に向けて、輪島市では2020年度から学識経験者や地元関係者の協力を得ながら、まあ、防災計画の策定を、まあ、進めてきたわけですね、はい、伝統的な家並みの保存と住民の安全を両立させる難しさもありそうですね。そうですね、防災計画には建物の耐震化ですとか屋外消火器の設置のほか、まあ、近隣同士でこう助け合う体制を強めるということなどを、まあ、盛り込んでいます。まあ、特にこう地震対策では耐震診断を進めていく、まあ、添え柱の設置といったようなですね、非常に伝統的な工法による耐震補強なども盛り込まれています。まあ、26日の訓練ではですね、まあ、地元の自主防災組織が主催をして、まあ、住民がコンセントの清掃などの電気器具からの出火を防ぐための注意点ですとか、まあ、住宅用の火災警報器の使い方などについて学んで、まあ、実際に初期消火の訓練も行ったようですね。大変貴重な機会になったようですね。そうですね、うん、街並みを生かす新たなプロジェクトも進んでいるようですから、防災面での安全の確保というのが欠かせませんね。そうですね、北前選手の集落ということでですね、まあ、僧侶の玄関口でもあった黒島町ではですね、輪島市がこう主導して充電券の空き家を、まあ、宿泊施設に改修して、まあ、新たな事業者や移住者の呼び込みにつなげようというプロジェクトが、まあ、進んでいますね。まあ、能登で唯一のこの充電券の保存と活用を進める上でも、まあ、地域のこの共助、まあ、助け合いですね、これによって安心な街づくりというものを進めていってほしいと思いますね。はい、手取川で繁殖する絶滅危惧種の鳥コアジサシが本来知られる河口の河原ではなく浚渫した砂の山に栄走したことが北国新聞社の手取川環境総合調査で分かりました。北国新聞社は来年の創刊130年を記念して手取川環境総合調査を実施中です。その調査団の野鳥グループ長を務める日本野鳥の会石川代表の中村正夫さんは、今月18日にコアジサシの繁殖状況の調査で手取川河口を訪れ、浚渫した砂の山で巣を作っているところを確認しました。さらに中村さんから連絡を受けた環境省の希少野生動植物種保存推進員を務める武田真一さんが今月20日に確認したところ、砂山の頂上の平らな面に卵が1個の巣と2個の巣が2つずつ見つかりました。コアジサシは本来河原で栄巣することで知られ、思いがけない砂山での巣作りに白山市は栄巣地を示す看板を設置し、立ち入りを禁じる措置を取りました。砂山の卵はおととい以降確認できませんが、中村さんは7月中頃までは繁殖期でまた産むかもしれないと期待を寄せています。川北町防災士会は昨日研修会を開き、88年前の手取川大水害の教訓を学びました。1934年7月に起きた手取川大水害では97人が亡くなり、15人が行方不明になりました。おととし設立された川北町防災士会は、これまで救急救命の講習会や
避難所運営の図上訓練なども行ってきましたが、今回初めて手取川の洪水をテーマに研修会を開催しました。研修会には40人が参加し、防災士会の役員8人が手取川の特徴や災害時、治水などを講義しました。講義を通して手取川は水面が住宅や田畑より上にある天井川のため、戦前には川北町と能美市にあらかじめ切れ目を入れる霞堤が築かれ、決壊を防いでいることなどが紹介されました。参加した人たちはその霞堤に本堤、2番堤、3番堤の3つがあり、1つ氾濫しても次の堤防で食い止めるという先人の知恵を学び、研修会の後霞堤の現地も視察しました。金沢市は大野川で増水の恐れがある場合にスマホでポンプを遠隔操作するシステムを導入し、迅速に排水を行うことにしました。金沢港に近い大野川左岸地区では、数十年前から大雨が降るたびに道路が水をかぶり、昨年度も7回の冠水被害が起きました。復旧には大野川などの水を水門を挟んだ海側に排出するためのポンプを設置してきました。しかし増水時の作業で危険性が高いほか、迅速な対応も困難だったため、金沢市は遠隔操作システムを来月末から導入することにしました。導入によって市の職員が離れたところからスマホによって川の水位を確認し、増水の恐れがあればすぐにポンプを動かして排水できるようになります。システムの費用はポンプ近くに設置する水位監視用カメラなどを含め1500万円で、冠水の多発する近岡町と極田町の合わせて8カ所に導入されます。安全のために必要なことですね。そうですよね。冠水した時に、どうするのかということも大事なんですけれどもね、いかにこう何事もなかったかのように未然に防ぐことができるのかということが、防災の観点から非常に大切になってくると思いますね。スマホを駆使してこうスピード感を持って、水害の芽を摘む、よその地域の、本当にモデルになるようなですね、成果を期待したいですよね。江戸時代に金沢を出て京都に向かう際、最初の宿場町だった野々市宿の知名度を高めようと上りが作られました。この上りは野々市市のボランティアガイド野々市里町クラブが作りました。里町クラブは北国新聞社が主催するツアー北国神街道を歩くの2回目で、野々市宿から白山市内までのおよそ8キロがコースとして取り上げられたことをきっかけに、かつての宿場をもっと発信したいと考えました。そこで現代の表記と半世紀の書物に残る金混じりの表記の2種類で野々市宿の上り10本を作り、今月24日里町クラブの会員に披露しました。上りの文字はどちらも阿波隆明市長が記号し、今後クラブの活動に使われるほか、旧北国街道でイベントを開催するときに貸し出し、知名度アップにつなげます。野々市里町クラブ会長の岡田実さん75歳は、北国街道の過去のにぎわいを感じ、これからのにぎわいづくりのきっかけにしたいと意欲を示していました。北前船の歴史や文化を紹介するパネル展が加賀市内で開かれています。このパネル展は加賀市のまちづくり団体歴町センター大正寺が、かつて地元を支えた北前船に理解を深めてもらおうと企画しました。そして N 間地方史研究会の三助博史会長から資料の提供を受け、41枚のパネルを作り、大正寺発見道の歴町ふるさと館に展示しました。その展示では北前船が立ち寄った東北の港町に加賀屋、能登屋、越前屋といった屋号の問屋や商家が多く存在することを紹介しています。また田畑の肥料として重宝されたニシンカスを北海道で買い占め、本州で売って大きな利益を得ていたことや、北前選手が幕末の大正寺藩を多額の献金で支えていたことなども分かるようになっています。この北前船がもたらした文化とその遺産展は、
加賀市の出来町ふるさと館で来月30日まで開かれています。北国新聞ニュースをお伝えしました。